こんにちは、永田です。今回は皆さんにお伝えしたい気持ちというか感謝の気持ちを伝えたいと思います。で、まあ、今日さっき帰ってきてちょっとダイエット中なのでレタスのナムル、まあ、ごま油とか醤油とかわかめとか海苔とかごまとかいろいろ、まあ居酒屋にありそうなサラダ的なチョレギサラダ的なものをいただきます。そしてあとインスタにもちょろっと書いたんですけど髪を切りました。どこをって感じですよね。でもねこれでも 2,3 センチぐらい切りました。前髪はこの辺まで来てたので結構切りました。でまあ後ろはもう刈り上げレベルな感じです。でちょっとねやっぱ人に乾かしてもらうとぺちゃんこ頭がよりぺちゃんこになっちゃってあれですが、こんな感じです。で今一応色も入れてきました。はい、じゃあいただきます。皆さんに伝えたい感謝の気持ちというのはですね、前回の動画で質問を募集しますっていう投稿というか、まあ質問を募集させていただいて想像よりもたくさんの質問を皆さんがしてくださったので本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。その動画はちょっと時間がかかりそうなのでしばらく待っていただくことになると思うんですが、必ず動画作るので楽しみに待ってて楽しみに待っていてください。はい。私のインスタやらツイッターやらをフォローしてくださってる方は見たかもしれないんですが、この間会社の運動会がありました。で私はまだ入社したばっかりなのでなんかそんなに活躍する場面とかそんななかったんですけど、いつもバリバリお仕事してる人たちがなんかはしゃぎながら玉入れしたりとか大縄したりとか借り物競争したりとか楽しそうにしてて私もすごい楽しい気持ちになりました。でね、二次会、一次会打ち上げみたいな時に、まあ、いろんな人とお話しさせていただいて楽しかったし、二次会もまあひたすらお酒を飲んだし、三次会ではカラオケで爆発しましたね。もともと私カラオケ大好きなので、まあ、それでテンションも上がってたし、お酒を飲んでたことによってよりテンションも上がって楽しい夜になりました。なんか次の日私は運動会で全然走ったりとか投げたりとか全然体を動かしてないのに、おそらくカラオケで弾けすぎて筋肉痛になってました。運動不足です。ごちそうさまでした。では今回はとっても短い動画になってしまったんですが、皆さんに質問コーナーの質問をたくさん寄せていただいたので頑張って動画作ります。たくさんのご質問本当にありがとうございます。ちょっと言葉が拙なくて申し訳ないんですけど、でも本当にすごいすごい嬉しい気持ちでいっぱいになりました。でコメントもすごい今すぐ返したいなと思ってたんですけど、せっかく質問コーナーの自己紹介動画作りますって言ってるので今回はちょっと返さずにおこうと思うのでそこだけご了承ください。では今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。今年はロッキン5日6日でいきます。